4回目今ジム行ってきました。今日は下半身、足とお尻でした。やりきった。あとはいつもなんかすがすがしい気分でなんか気持ちいいんですよね。毎日こんな気分だったらいいのにと思う。やっぱりなんか他のこと考えてしまうと、これでいいのかなとか、どうなるのかなとか、当たってるかなとか、何のためにやってんだろうとか考えたら、その分今この瞬間の集中力がなくなる。その集中力の分の脳みそを他のとこに使ってるからもったいないと思う。集中力が欠けたらその筋肉への意識も減るし、っていうことは成果も上がらないし、実際に危険にもなる。重たいウェイトとか持ってる時とかだったら余計に。毎日こんな気持ちよかったらいいけどな。デージ疲れたけど、あのこの前彼が言ってたバンビです今日2階からの階段なのにもう全然ガクガクガクってなってた。今1秒1秒集中して、マインドも心も体もこの瞬間瞬間生きてるのがやっぱり大切かなと先週に引き続き思います。お家に帰ってくる間にまたちょっと考えたんですけど、もう顔が疲れてるけど、40年近くインドア派でもうずっと室内で静かに過ごしてきた人が、こんなジムで足がガクガクするまでアクティブに動いているっていうことは、もう本当に真逆正反対なことをしているので、コンフォートゾーンから出るっていう意味では私の人生の中でも全く新しい選択だと思うので、何か新しいことを学ばないはずがない。だからやっぱり自分でやるって決めたからには、あと2ヶ月意地っていうのもあるかもしれないけど、好奇心を持って自分がどう変われるのか、自分がどう変わるのか、どう変わっていくのかっていうのを観察していきたいと思います。成長っていうのはやっぱりこのコンフォートゾーンの外に出た時にしか得られない。いつも同じところ慣れして死んだところでは何も新しい学びはないので、絶対得ることがあるはず。あと2ヶ月頑張ります。お昼だけど今日は時間変更で夜です。今日は腕だった。今日もピクピクしながら頑張った。でも先週の足に比べたら全然大丈夫だけど、先週の足はマジでやばかった。この前のクリップにその階段降りてた時の動画があると思うんですけど、あれマジです。マジであれはもう本当に効率が悪すぎ、生活に支障をきたしすぎなので、もう本当3日間ぐらい何もできない、何もやりたくないぐらい痛かったから、あれはもう先生にボイコットしました。太ももにそんなに何も求めてないので、あれはボイコットしますってちょっと先生に言っちゃいました。でもこの足が痛かったので学んだことを、そのこの動画のテーマのメンタル×筋トレの学んだこととしては、私みたいにストイックっていうか、やるって決めたらやる、休むのができない人、こういつもずっとパタパタ動いてないと、あ、落ち着かないから、もう休んだら罪悪感に襲われるから、ずっと何か仕事とか宿題とか探してる人のタイプの人、オーバーチーバーの人は、あそこまで足が痛くて体が動かないぐらいにならないと休まないっていうのがあるので、この間のこのワクチンの時もだったけど、私に休めっていうことを教えてくれてるんだなと思いました。あそこまでしないと私は本当に多分休まないはず。先週の木金土動けない、動きたくないから、何もできないから、もう座ってNetflix見ることぐらいしかできないから、これは
もう痛くて苦しくてもう本当嫌だったけど、私に休むことも大切なんだよ時にはっていうことを教えてくれてるんだろうなっていうのを先週学びました。で、昨日からなぜか体脂肪がいきなり20から 17.5 に下がってラッキー。先生にも順調にいい感じに落ちてますねって言われたから、経過としては良好だそうです。このまま頑張ります。今日頑張ったから明後日のチートでマジでちょっと超楽しみにしてたので弾けたいと思います。では6回目ジムでした。昨日はチートデイでした。チートデイやもう一個のハイカーボデーの翌日はいつもよりこうもっと頑張ろうっていう気力がなんだか湧きます。筋トレしている方みんなそうかはわからないですけど、いっぱい食べ過ぎたっていう罪悪感もあるかもしれんけど、でもそれがいいようにポジティブなエネルギーに働いてるから、それはいい意味での罪悪感だと思うし、あとやっぱ体に必要な栄養素、いつもと違う燃料が体に入ったから、その体のエネルギーとして内側からの元気エネルギーも加わってそういう気分になるのかなと思います。これからももっと頑張っていきたいなっていう気持ちが高まります。こんにちは。今回の動画は2週間分です。筋トレ始めて1日目と今日の数字と写真の違いがこんな感じです。先週嬉しいことに体脂肪がガンって1回落ちた時があったんですけど、何が起きたんだろうか。その時ぐらいに多分自分の毎日ご飯食べる量と動いてる量と自分のライフスタイルがちょうどアジャストしてきたんだろうなっていう頃だったんだと思います。だから先週ぐらいから体の調子もいい感じです。今回のメンタル×筋トレのテイクアウェイとしては、もう一個の動画でもお話ししたんですけど、自分が自己肯定感が低かったり自信がなかったりで、自分自身が何か欠けてる、どこか何かが足りないっていつもこのコアの部分で信じてたら、どんなに努力してもどんなにこう表を着飾ってもいつまでたっても満足することはない。だから例えばバケツがあったら、そのバケツに穴が開いてる状態でずっと水を溜めてる。だから溜めてどんなに溜めてもこっちから漏れてるから一生満杯になることはないんです。そういうことが人間にも言えます。私も自分でこう話してて頭では分かってるんですけど、やっぱりどこか自分でもそういうところがあるんじゃないかなって思っています。なのでどんなに努力してもいつまでも満足できる時が来ない。だから自分のその部分を責めるとかダメだなって思うんじゃなくって、その部分を一回認めて受け入れて、アファメーションだったりとかメディテーションの中で自分に言い聞かせて、それを落とし込めるまで信じるっていうワークをちょっと毎日の中に取り入れていきたいなと思います。今週はちょっと個人的ななんかストレスがあったので、この最後の動画のまとめがあんまりなんか綺麗にメンタル×ウォークアウトのテーマでなんかあんまりまとめられないんですけど、だから今日お家でやったエクササイズの時もストレスどっか行け、内側のエネルギーをこう発散放出させながらエクササイズしてました。体の調子はいいんですけど、ストレスが今週はちょっとだけあります。どっから来てるかって言ったら、まあいろいろだけど、半分ぐらいちょっとご飯の面があると思います。やっぱ食べたいのに食べれない、でも真横でそれを食べてる人がいるっていうのは、まあ、自分の問題なんですけど、自分が強い心で強い意志でそこを乗り切ればいいんですけど、自分との戦いだから。でもやっぱり毎日それが続いたらちょっと辛い苦しい時がある。だから本当に筋トレっていうのはもう命がけな覚悟で強い意志がないと本当に続けるのは難しい戦いだなと思います。テーマは
メンタル×筋トレなんですけど、次回の動画はもうちょっと筋トレのお話も入れたいなと思っています。筋トレとか私が使ってるこのエクイプメント機械道具のお話をちょっとしたいと思います。何か筋トレをやってる皆さんにも役に立つ情報を提供できたらいいなと思っています。はい、では見ていただきありがとうございました。バイバーイ。